僕ね、これ今すいません、感情的になっちゃうんですけど、本当僕この時ね、情けねえなと思ったんですよ。この人ね、50歳ぐらいの男性でね、お子さんいないです、結婚されてるけど。でもね、こうやって地域の子供たちのことをね、心配してくれる人がいいんだなと思って、俺何やってんだろうと思ったんですよ、本当ね。俺分かってんのに何も行動してねえじゃないかと思って、ね、格好つけてね、こんな学校を作るとか、学校で授業とかやって格好つけててさ、子供たちがもしかしたらってことがあるかもしれないのに、黙ってね、自分は打たなきゃいいって、本当情けないなと思ったんですよ。だから僕ね、もうこんな思いね、したくないんですよ。気づいてたんだったら行動しなきゃ。もうこんな後悔ね、残りの人生絶対したくない。皆さん、僕が政治の世界嫌になった理由分かりました？やってらんないでしょ、こんなでさ。国の代弁者じゃないですか。国民のことを考えて国をチェックしてくれるのが国会議員じゃないのかよ。